1908年頃、まだ10代で、パリに上京、売春婦として、生計を立てる。その後、写真家、ジャン・アジェロー、画家アメデオ・モディリアーニとシャイム・スーティンの美術モデルとなる。1917年3月、モンパルナスのラ・ロトンドで、日本人画家の藤田嗣ジと出会い、13日後に、結婚する。1918年、二人は、ドイツの空襲を恐れて、 南仏のカーシュルメールに移住。その地で数年、絵を描いたり多くの友人と会うなどして過ごす。モディリアーニの妻、ジャンヌ・ウェビュテルヌとは、この時期に親しくなった。1920年、モディリアーニが結核で亡くなった時には、悲しみに暮れるジャンヌを慰めるが、その甲いなく、ジャンヌは、妊娠8ヶ月の身で自殺してしまう。1925年、夫婦は、 性的にとてもオープンな関係にあった。フェルナンドは、夫と同じ日本人画家の小柳正と肉体関係を持つ。藤田は、それが許せず、ユキコとユシーバルと3日間、姿をくらます。フェルナンドはそうとは知らず、パリの死体安置所まで夫を探しに行った。1928年、二人は離婚。フェルナンドは、モンパルナスで小柳と暮らした。 1935年、小柳と別れると、元夫の藤田との関係は改善され、以後、彼女が亡くなるまで、藤田は、財政的に、フェルナンドを援助した。有名なピンナップがある、ミス・フェルナンダの正体は、ヌード絵ハガキで知られる、ジャン・アジェローのモデルをしていたことなどから、フェルナンドではないかと言われるが、明確な証拠はない。画家としては、1929年、 サロンド・ートンヌで、女子姉、レペーシェを出品した。藤士田津口の電気映画、フージョタでは、マリー・クレメールがフェルナンドを演じた。ありがとうございます。